馬雲は中国の起業家。アリババグループやアントグループの創業者、元 CEO、元董事長、ソフトバンクグループ元取締役。浙江省杭州市出身。中国本土の起業家で、初めて、フォーブスに名前が掲載された。1964年生まれ。小さい頃から英語を学ぼうと、朝早くから自転車で近くのホテルに行って、外国人と話した。9年間このような生活が続いた後、互いに文通をし合う外国人の友達と出会い、彼女からジャックと呼ばれるようになる。中学、高校と、進む学校ではなく、また本人も優秀な成績ではなかった。全国普通高等学校招き生入学講師を2度受験したが、数学の成績は1度目が1点、2度目が31点だったため、大学進学を諦め、三輪自動車の運転手となった。劣等生、落第生だったことは、対照的に優等生、成績第1位の首席合格者だった百度創業者、李彦宏と比較されることが多い。その後、人生という本に出会い再度、大学進学を志す。1988年、杭州師範学院英語科卒業。同年より1995年まで、杭州電子工業大学にて講師として、英語、国際経済貿易を教えた。1995年、アメリカで出会ったインターネットにヒントを得て、中国発のビジネス情報発信サイト、中国イエローページを開設する。1998年から1999年にかけて政府機関の中国対外経済貿易合作部の下部組織である中国国際電子商務中心に所属し、同部公式サイト及び同国インターネット商品取引市場を開発する。1999年に同商務中心を辞職し、杭州に研究開発センターを設立。9月に香港を本部とするアリババネットを創業する。同社は e コマース、特に B2 バイトを開拓し、その後アリババは世界最大の B2 バイトサイトの一つとなった。2003年、オンラインモールと宝網を開設。2005年8月にアリババが中国ヤフーを買収し、馬は会長に就任。2006年には、香港の大富豪である、李嘉誠が設立した長江商学院 CEO プログラムを受講する。2007年にソフトバンク取締役に就任。ソフトバンクの孫正義とは、親交が深く、アリババはソフトバンクにとって最も成功した投資案件とされ、互いにソフトバンクとアリババの取締役を兼任した。2016年には、ビル・ゲイツらと共にブレイクスルーエネルギーコアリションの設立に加わった。この時期、馬は一部の政府高官と親しく、また馬の成功は中国が世界に誇るべきものであったことから、規制当局もある程度は馬の自由な発言を容認していたとされる。2016年から2018年にかけて、インドのムケシュ・アンバニに越されるまでは、アジアで一番の富豪であった。2017年にはアメリカ・ニューヨークにあるトランプタワーを訪れ、ソフトバンクの孫正義に続いて海外の IT 企業経営者としては2人目のドナルド・トランプ次期アメリカ合衆国大統領の会談相手となり、その場で馬は5年間でアメリカ国民100万人の雇用を創出すると約束した。馬はトランプの側近ジャレッド・クシュナーと親しかったことから、実現し、孫の会談の際も仲介を行ったとされる。しかし、大統領選挙期間中に、中国に対して、雇用創出の責任を負わせる発言を繰り返していた、トランプと、事前承認なしに面会したことで、中国政府との軋轢が生じたとされる。2018年9月10日、アリババ会長の職を、翌2019年に退き、張勇 CEO を後継に据えると表明。その予告通りに55歳の誕生日である2019年9月10日にアリババグループの会長職を退任し、2020年9月30日にはアリババグループの取締役も退任した。このほか2020年6月25日には、ソフトバンクグループの取締役も退任した。トランプとの独自会談で政府の不況を買った後も、馬は、自ら、非公式外交と位置づけて、2018年から2020年にかけて、国際連合のアントニオ・グテーレス事務総長、ヨルダンのラーニア王妃、マレーシアのマハティール・ビン・モハマド首相などと会談を実施。広州市の本部にあるアリババ博物館にて、海外からの訪問客をもてなした。2018年には、中国共産党に入党していることが、人民日報で報じられた。しかし2020年10月24日、上海で開かれた金融機関の幹部や金融監督当局や政府の要人が出席した会合で、馬はスピーチを行い、中国政府批判を繰り広げる。政府による国内の金融規制が技術革新の足かせとなっており、経済成長のためには改革が必要だと指摘したほか、中国の銀行は7夜程度の間隔で営業をしているとまで発言。事前にスピーチの内容を把握した関係者は、穏当な内容に変更するよう進言したが、馬は聞き入れず、批判を浴びせられた。政府当局高官はメンツを潰され、アリババグループの規制へと突き進んだ。その結果、11月5日に上海と香港で予定されていたアリババグループ傘下のアントグループの新規上場が2日前の11月3日に突如延期された。新規株式公開が実施されていれば370億ドルを調達できるはずであった。政府による締め付けはその後も様々な民間セクターに及んだ。その後、馬は表舞台から姿を消す。アントグループの上場中止から数週間以内に、習近平中国共産党総書記に対する面会を申し出たものの実現せず、2021年には習近平に対し、残りの人生を農村部の教育に捧げる旨を書簡で直接伝えたが、これを習近平が了承したかどうかは不明となっている。2021年10月、馬が環境問題に関する農業、技術視察のためにスペインのマヨルカ島を訪問したほか、11月初旬には白い防護ガウン姿で植木鉢を持つ馬の写真が香港英字紙サウスチャイナモーニングポストによって報じられている。アリババ共同創業者の蔡創信は、2021年6月現在も、馬と連絡を毎日取っていることを明かしている。ありがとうございます。